やあ、リーシャ。あ、ロイドさんでしたか。ごめん、いきなり声をかけて驚かせたかな。そんな、私がただぼーっとしていただけですし。そこいいかな。すごい月だな。クロスベル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝、和事のやつに変な風に突っ込まれたんだ。え？俺が夜中にふと起きて、女の子とばったり出くわして二人っきりになりかねないって。正直意味不明だったんだけど、当たっちゃったと思ってさ。ロイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしいときに本当にそこにいてくれて、そこにいてくれるだけでなんだか安心できてしまう。支援課の皆さんが羨ましいです。買いかぶりだよ。一人前の捜査官としても、みんなのリーダーとしても、まだまだ足りないところが多くてね。もっともっと大きくならなくちゃな。なあ、リーシャ。失礼かもしれないけど、聞かせてもらってもいいか？失礼だなんて、一体何でしょうか？どうして君は、そんなに儚い目をして、笑うんだ？思えば、出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて、最高のステージで活躍して、リーシャ・マオといえば今やクロスベルじゃ有名人だ。なのにどうして君はいつも何かを諦めたような微笑みを浮かべてるんだ。どうしてそんな。よく知ってる人が一時期浮かべていた笑顔だったからさ。今ではもうそんな儚げな笑顔は見せなくなってくれたけど、だけど君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の笑みは大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だったら君は、イリアさんが大好きな君はどうしてそんな風に笑うんだ。彼女はいつも君のそばにいるのに。正直驚きました。鋭いとは思っていましたけど、まさかそこまでなんて。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちにクロスベルを去ると思います。やっぱりか。理由は俺が聞けることじゃないか。はい、でもそうですね、詳細はやめておきますが、私は本来歩むべき道があるんです。歩むべき道？家業のようなものです。小さい頃からそのために生きてきました。気の遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道、今となっては何のために歩んでいるのかわからない道を。そうなのか。でもだったら。だからといって必要ない、そう否定もしきれない道です。少なくとも父はその道を受け継ぐことに意味を見出しているようでした。
世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけたりうる暗くひそやかな道を。そして私もまた父からその道を受け継ぎ、今まで歩いてきました。そう、これからもまた変ですね、私。イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんですけど、それとも月の光に酔ってしまったのかしらそうかもな。ごめん、軽々しく立ち入ったかな。いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので、話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら光栄だけど、でもリーシャ、もしかして君は。ライド、キア。あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話し中？あ、ううん、もう終わったから。ああ、大丈夫だぞ。ひょっとして眠れないのか？なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで一緒に寝るか？いいの？ああ、特別だけどな。ごめん、リーシャ。変な形で中断しちゃってさ。とんでもない。ロイドさんのおかげで、私もなんだか眠れそうです。ありがとうございました。そっか。先ほどの話、どうか、イリアさんには内緒にしていてください。いずれ檻を見て、自分で話すつもりですから。わかった。頼りないかもしれないけど、何かあったら声をかけてくれ。できる限りのことはさせてもらうからさ。ありがとうございます。ではもし困ったことがあれば相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、キーヤちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。リーシャ、どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが違ったね。そっか、キーヤもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ気をつけておくつもりだよ。ライド、かっこいいね。からかうんじゃありません。さてと、とっととベッドに戻って寝よう。あ、トイレとか済ませたか？ロイド、デリカシーなさすぎ。ロイド、起きなよ、ロイド。あれ、今何時だ？夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい？ああ、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。あれ、なんだ、どうした？ランディ、起こしちゃったか？まあ気にすんな。それよりキーボーがいないのか？
さっき二人で戻ってきて、一緒に寝てたみたいだけど。二人とも気づいてたのか。そうなんだ。一緒に寝てたはずだけど。部屋にはいないみたいだね。ま、ちょっと探してみようぜ。ああ、悪いけど頼む。そうですか。やっぱり2階にも。申し訳ありません。すべての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中ですし。まったくあのちびっ子、何寝ぼけてるんだよ。さすがにちょっと心配ね。どこに行っちゃったんでしょう。私のサーチでも見つかりませんでしたし、一体キアはどこに。お、あら、おお、お前がいたか。ドルルル。お、おい、ついてこい。こっちだと言っています。とにかく追いかけましょう。そちらだ。ただし気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。でも気をつけろって。時間がない。とにかく行ってみよう。フラン、セシルネ、それとイリアさんたち、皆さんはここで待っていてください。でもまあ仕方ないわね。足手まといかもしれないし。でも何かあったらすぐに呼んでちょうだい。一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さんどうかお気をつけて。いざとなったらエニグマで連絡してくださいね。垂れ幕が変わってる。おいおい、こいつは。いつの間にこんな、夜限定のイベントとも思えないけど。そんな話は聞いたことがありません。それにミッシーを他のキャラに変えるなんてありえないです。だろうな。あれは、フールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたいだけどね。どうやらキアはこの先にいるみたいだ。だったらとにかく中に入るしかない。ええ、行くしかねえな。やれやれ、いい趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラですよね。ミッシーの代わりにこんなものを。絶対に許せないです。び
ティオちゃん、落ち着いて。それにしても、キーヤは一体どこに？左右前方、何か来ます。何？これってホラーコースターの化け物にしちゃガチすぎんだろう。とにかく迎撃するぞ。来る。危険度大、手強いです。分かった。ドライブ開始。
行くぞ。やってや、私の番ね。援護します。電磁ネット照射。俺の番だな。これで決める。ライジングサーン。任せろ、行くぜ。手こずってるかい？それ。ありがとう。よし。セット。え。行くぜ。
これで決める。
任せてくれ。任せて。手こずってるかい？行くぞ。
俺の番だ。赤き鬼の死神を戦場をかけつわんまどもを貫け。なんだってんだ。でも今の手応えは。いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。え？へえ。よくわかったね。男の子？気配を感じませんでした。てめえ何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうのに。ねえ、特務支援課の諸君、あなたもしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー、そしてテロリストたちにタワーの情報を流した張本人か。
実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だったな。正解。ウロボロスが執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前で会った以上関係があるとは思ったが、まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らも災難だよね。変ゆえに赤い星座、厄介な連中が出てきたからね。特に帝国の人たちは本当気の毒だったな。ふざけないで。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。彼らはあくまで僕が利用してた駒の一つさ。なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけでね。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。はあ、なかなかいい性格してるじゃないか。和治さんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスペルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも話してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。はあ、てめえ、しらばっくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。随分と大掛かりな手品じゃないか。まさか剣術の類い。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。ああ、お姫様なら奥の城へと向かったはずさ。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれが、あれがウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんな、どうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキーアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。いた。よかった。どうしてなの。キア、キア、大丈夫か。よかった、怪我はしていない。あれ？ライドたちどうしたの？
どうしたのって、あのな。キア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キア、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたいだね。ね、寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。希望、何も覚えてないのか。なんか夢でキーアを呼ぶような声が聞こえたような。あれ、キーアが呼んでたのかな。夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。キーア、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。はーい。キア、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん。またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とか。いいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。ライド、どうしたの？いや、なんでもないよ。それよりキア、本当に昨日の夜変な奴を見かけたりしてないんだよな。ピンク色の服を着た奴とか。見かけてないと思うけど、キア寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、それならいいんだ。あら、こちらにいましたか。あ、ベルだ。マリア・ベルさん、どうも、お疲れ様です。お疲れ様はあなたたちの方でしょ。しかし、結社と言ったかしら、ふざけた連中もいたものね。私の人形をさらったのもそいつらの一員という話ですし、これは保安部の警備体制を徹底する必要がありますわね。そうですね。民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思うけど、やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと？ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで一緒に撮った？ああ、みんなと一緒の思い出を写真に残しておくものさ。それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。うん、撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね。せっかくのいい天気ですし、俺、みんなを呼んできますよ。ええ、お願いします。それと、船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますわ。わかりました。あ、
大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれませんわ。さすが皆さんです。おめでとうございます。ランクアップしました。はい、お疲れ様でした。さすが皆さん。